それでは選手を代表という形でキャプテンにご登板願いましょう。背番号14ミッドフィルダー藤田直之君。皆さんこんにちは。1年間ありがとうございました。昨日の鹿島戦をもって2014年シーズンが終わりました。報告会ですけど、順位の報告はまだできません。明日の柏新潟戦を祈るしかありませんけど、どうにか ACL 行けるように皆さんも一緒に願ってください。昨日アウェーで鹿島にメンバー外の選手も全員行きました。個人的に初めてアウェーの地に行ったメンバー外として行ったんですけど、アウェーの地に来てくれるサポーターの大変さっていうのもすごい分かりましたし、本当にありがたみも感じました。また上から試合を見てて、皆さんも感じたと思いますけど、本当に昨日は気持ちのこもった試合ができて、結果的に勝てば優勝だった鹿島相手に勝つことができました。本当に上から見てて僕自身感動しましたし、本当にこういう試合をサガン鳥栖は今後もずっと続けていかないといけないっていうふうに強く思いました。今シーズン監督も変わって、来シーズンに向けて本当にこれから鳥栖が成長していく時だと思います。本当こういう時だからこそ、もうフロントの下した決断で、今選手たちが向いている方向、その方向にサポーターも一緒に向いて、ともにこれから成長していき、もっと大きく強いチームにしていきましょう。1年間ありがとうございました。それではお願いしましょう。監督、吉田恵。皆さんこんにちは。本当に寒い中お集まりいただいて、ありがとうございます。先ほどキャプテンからも話がありましたけど、昨日の鹿島戦をもちまして、今シーズンの全試合を終了しました。本当に1年間温かい応援声ありがとうございました。8月、本当に突然、監督を任されて、連敗から始まり、その後なかなか勝てない状況が続いた中で、本当にサポーターの皆様のスタンドからの声援が選手たちの力になったことは心から感謝したいと思います。今年41なんですけど、翻訳です翻訳、大病するか飛躍をするか、どちらかだと言われていたんですけど、その監督交代が、自分にとって、大災難なのかなと。これで自分の指導者人生どうなるんだろうなと、本当に考えさせられましたけど、選手たちの頑張りと本当にサポーターの皆様のおかげで、大きなチームとして、飛躍をできる年になったと思います。またいろいろ外野からも聞こえてきました。今までものすごく強く締めていたネジを一回僕が完璧に緩ませなきゃいけないのかなと思って、いろいろ選手たちと接してきました。いろんなところから賛否両論があったんですけど、一回戻して、来年は適切な
状態でしっかりネジを巻いてくれると思います。何言ってるか分かりますか？はい、本当に、いろんなことがあったシーズンですけど、まあ、歴史に、残ることもそうですし、皆様の記憶に残る1年だったシーズンだと思います。この状況をチームとしても選手としてもクラブとしてもまたサポーターの皆様が乗り越えた結果今の状況にあると思います。これからどんな状況が起きようとも多分平然と乗り越えられる強いクラブになっていると思うので今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。吉田監督より皆様への挨拶でございました。それでは最後にクラブを代表し株式会社サガンドリームス代表取締役社長竹原実が皆様へ挨拶をいたします。解任ということに対して選手たちが数多く触れたので私も触れないと後で怖いので少しだけ私どもサガンドリームスは私社長そしてみんなで運営しています。私は歴史を残すのでは歴史を作りたいと思っています。そのためには一番前を走っています。選手たちには言えませんでしたが5年後10年後のクラブのことを考えながら今年のシーズンも勝たなければならないです。その同時に行うことの難しさを皆さんも一緒にサガン鳥栖の新しいファンの歴史を作っていただきたいというのを私は切に願います。今回 J1 から降格するチームがあります。私が2011年社長に就かせていただいてただただただ前を向いて上を向いて歩いてきました。しかしその流れは今までの歴史の中で育まれたものを後押しするということで進んでいけるのが今年までと私自身深く感じておりました。そして2015年に向かって本当に難しい年飛躍する年それを作るには一つの風が必要でした。それは8月の激震であったのかもしれないです。本当に監督もさっき少し意味深な発言をしておりましたが私たちは歴史を作るものであるそう信じています。昨日の試合は
私は J リーグの中で昨日の試合で最も素晴らしい試合を選手たちはしたと思っています。そして昨日は全選手、全スタッフ、こちらの後ろにいるみんながスタジアムに行きました。それは本当は実はなかなかないことです。私はフロントを任されている者として皆さんと一緒に歴史を作りたい、そうしながら過去について過去を大切にもしたいと思ってます。最近私もフェイスブックとやっておりますが、8月以外かなりのメッセージをいただきました。本当にやめろという声、そしてクリスマスは竹原が辞めるのが一番のプレゼントだと、そう思いきや今日西日本新聞を開いてみると、こういう名詞でね、ビッグプレゼントがあると言ったから、そういうふうなことはちょっと申し上げてないんですけど、まあ本当に難しい決断をしているというふうに思ってほしいと思います。そしてここにおられるファンの方の期待を裏切ることはしないです。一つの会社としてサガン鳥栖というチームのブランドの価値、ここにいる価値というのを高めることに情熱を注いできました。これからもそれは変わらないです。この小さな町で、このクラブで、この規模でこれから戦い抜く、そして歴史を作る、みんなタイトルを取るということを本当に心に刻んでやる姿を応援してほしいと思います。ここで言っていいかどうか分かりませんが、ファンとクラブとチームとスポンサーの関係、サガン鳥栖の新しいスタイル、 J リーグにはないスタイル、それを本当に作りたいと思って夢見て来年にさらなる挑戦をしていきます。今選手たちもすごく価値が高まっています。その価値をクラブは何で払うか、貯金しますかって昨年言ったんですけど、あれは ACL に行くよう貯金をしてほしかったわけです。スタジアムの席の値段の値上げのために払ってくれということではございません。また本当に今年1年応援してくださって、この成績褒めていただくか、それはダメだったと言われるのか、それはもう私は見ないです。もう2015年が始まっているからです。皆さんと新しい歴史を一ページ一ページ一ページ作ることが、選手たちがこのクラブに身を委ねてここで最後選手の生活が終わるぐらいのクラブになりたいということを私は一番に考えているので、皆さんに誤解のあることが多いのかもしれません。まあ話が本当に長くなりましたけど、改めて皆様の応援の、そして熱い声援のおかげで今年1年みんなが無事にシーズンを過ごせたこと、そして2015年新たなページを皆さんと一緒に書き込んでいきたいと思います。最後ではありますが、サガン鳥栖を愛する全ての皆様に良い年と、そしてサッカーの神様が私たちに微笑むことを心から願い、今年の最後の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。サガン鳥栖代表取締役社長竹原憲雄、皆様へ1年間の感謝の気持ちを込めたお礼の挨拶でございました。さあ、それでは